よいよ始まった。ハードキックから行った、前田キックから行きました。左からボールと入りました。ボールに当たった瞬間に目を離したと言った前田。あ、今ダウンですよ。今のダウンですよね、今のもね。さあパンチを今のは入れていく。バジルさんとの対決、内田は内田さんの方が強いですよ。あの、タフなんですよ。すごいタフなんで内田を引きますね。これは打ち合いになって今もう完全に前田攻勢です。バジルカラコダちょっと首をひねった。先ほど予想外の展開。カラコダ選手はね、キックの経験が多いんで、左のロー強烈キックできましたね。さあ追い詰めていく。カラコダロー強いですね。強いですね。マサトさん、すごい試合になりましたね。そうですね。あと前田選手の左の膝いい角度で入ってますよ。そうですか。前田がとにかく蹴りを練習してきた。100発蹴られても持ちこたえられる、そんな体力も積んできた。去年のこのマックスの世界王者対抗戦でボクサーがやられるのを見てですね、そうなんです。1年間練習して出てきたんですよね、はい、元ボクサー鈴木悟と大東明、この2人ローキックに沈んだ、それを見ています。どう聞きましたね。バージルからこだがとにかく今日は第1ラウンド面食らいましたね。面食らっています。からこだ自身はとにかく来年の世界戦 K1 ワールドマックスのベルトを腰に巻くためにこれは通過点だと話してはいたんですが、魔物が住んでいるこのリング。第1ラウンド間もなく1分。さあボクシング対決、日本対世界、まさに分かりやすい。しかしそこにプラスアルファされたキックがあります。 K1 の世界、日本王者とボクシングでは世界王者の違いはありますけど、そうですね、あのパンチ力にだけ関して言えば、はい、バイさんの方が多分強いですね。そうですか。パンチ力に関しては竹山さんからお墨付きをもらったそのパンチ、嬉しくなりますね。第1ラウンド残り40秒、打ち合おうって感じですね。おっと、右の前に出た。打ちましたよ。これはすごい。前田頑張れ、からこだの左も良かったですね。親父の意地、娘も奥さんも見ている。さあからこだとしてはもう挽回していくという焦りに近いものがあるかもしれません。打ち合いをする選手なんですね。全然足がつかないですね、前田選手は。そうだ、打ち合いますね、毎回。もう毎回打ち合う選手なんですね。前田とにかく頑張れ、その声しか出てこない。ロックいいですね、からこだ選手。ちょっと前田選手疲れましたかね。バージルからこだとにかく何せそれでもそうではありません。でもすごいですね、日本の前田がとにかく第1ラウンド取っています。今まで出てきたボクシングの選手で一番強いんじゃないですか。とにかく第1ラウンドゴング鳴ったと同時に瞬きしないでくれと実は我々も言われてたんですが、僕はねちょっと水過ごしてしまいました。どこで倒れたんだろう。ジャブです。左のジャブ。左のジャブ。まあ簡単で入りましたね。これがこのカウンターで入ってますね。畠山さん、これがやっぱりうまさですか。うん、そうですね、カウンターで帰りましたね。これもダウンですよ。これダウンですよね。そうするとこれはダウンは取られませんでしたが、これでダウン取られないとちょっときついですよね、なるほど。さあこの後どんな展開になるか大いに楽しみです。さあ日本の前田博之3階級王者、その自信を持った戦いをしている第2ラウンドです。でもカラコダ選手もベスト8ファイターですからね、はい、アンディさんはもう本当にワークアンの苦戦したファイターなんで、そうなんです、やってますよね。とにかく K1 の舞台で一戦で成長してきている。ノーガードの殴り合い、しかしノーガードの殴り合い、タフですよね。タフですね、ガードしないですね、あんまり。いや面白い試合になりました。カラコダも何か目の色変わった、そんな感じでしょう。これはまあ、ね、男と男の勝負したいですね、カラコダ選手も負けられないですね。そうですね、あすごいです。これはすごい、ちょっと切りましたね、前田が。それ気づかな、左の目尻かまぶたを切りました。これはちょっと心配ではありますが、梅田さん、いやしかし、はい、赤コーナーのバジルカラコダサイドなんですが、お父さんのスティーブさん激怒するかと思いきやですね、笑顔で迎えましたね。でアッパーを使って距離を詰めろと、で蹴るときは外からだという指示が出ていました。そうですか、赤コーナー駒田アナウンサーですが、いつもあのスティーブが左右の方を殴ったりですね、激を飛ばすんですが今日は冷静です。
結構深いんじゃないですかね。あ、前田大丈夫でしょうか。さあリングの中でコミッションドクターから左目のまぶたが切れて、そして腫れています。そして目が開かなくて目が見えないと、いうことなので、止めざるを得ません、ドクターストップとさせていただきます。いや、ドクターストップという声が上がった。前田が悔しさでリングに思わず倒れ込みました。残念ですね。いや、これは残念だ、本当に残念です。いや、残念ですね。バージルカラコダが今前田を抱え上げるが、それでは納得できない前田が、まあしょうがないですよ、これ。まぶただったら危険ですよね。悔しそうな表情、2ラウンド33秒、まあ、試合勝ってただけにね、残念ですね。でも前田選手楽しみですね。なんとか日本の前田、